アッシュレディオ。さあ今日も始めていきましょう。おはようございます。おはようございます。地元に一瞬帰ってました。ほう。大分に。何してる？お葬式で。ほう。初めて火葬場まで行きました。火葬場ね。はい。なんか前回行った時はバタバタでお通夜行って葬式行ってちょっと火葬場まで行けなくて東京帰ってたんですけど、はいはい、今回ギリギリの便が取れたんで、うん、火葬場まで行ったんですけど、人の命はあっけないなって思いましたね。そうだ、人という人間のちっぽさけさに気づくよ、ね、いやほんとそうっす。燃えたらこれで終わりかって。いやそうなんですよ。で、まあ、祖父が死んじゃったんですけど。なぜか91歳。素晴らしい。で大分の商工会議所の会長とかやったりして、はいはいはい、ちょっとお偉いさん。あ、偉いさんのね。はい。でまあいろいろ活躍してきた。でまあ91歳まで生きたっていう、まあ、経歴があって、で火葬場に行ってあの白骨骨を見た時に骨を見た時に、うん、いやもうどうなっても結局最後は一緒だなっていう、そうだね、儚さを感じましたね。そうだね。なんかすごい思いましたね。それは人の命の小ささを。いや本当にそうだね。うん。で一個知ったのが、喉仏って、うん、喉仏じゃないですね。みんなが言ってる。どういうこと？ああこの突き出てるものを喉仏と言うんではなくて、はい、本当の喉仏は、うん、背骨、うん、背骨のことなんて言うんですか、なんとか中脊柱の2個目が本当の喉仏なんですよ。じゃあ我々が認識してる喉仏は何？は喉仏って言ってるだけであって、そういう時に本当に出てくる喉仏は、あの脊柱の第二。でもそれもうってことはそれを見たら、はい、うわこれが喉仏と言われるゆえんだったの分かる。いや本当にそうです。マジびっくりしました。もうちゃんと合唱してます。え、そうなんだ。はい。頭があってそういうこと、あぐらをかいて合唱してるんですよ、ような骨とか。はい。うわ見たかな、忘れてるかも。あでも普通の人はあんま残らないです、そういう綺麗な形で。へえ。ただもう本当に綺麗な形で残ってて、へえ、ちょっと感動しますねあれは。そうなんだ。はい。いい学びだったね。学び本当にそうなんだ。そう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 、勉強だった。はい。全然第一脊柱だと頭が残んないですよ、一番上にあるから。はいはいはい。で第二脊柱だとそのドッキング部分がちょっと残ってるから、ね、頭もある状態の仏さんは。へえー、すごい。はい。すごいね。仏ってそれを見てあのスタイルにしたのかな。どっちが先なんだろうね。いや仏が先じゃない。仏が先かな。でも仏があぐら描く必要なくない？でもあぐら描いてる姿勢で出てくるでしょ。そう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 。それに感化されて仏があぐら描いたのないか。そういうこと。だってヨーロッパのダビデ像とか立ってるよ。確かに確かに。仏、しかもめっちゃマッチョです。マッチョ仏なの、はい、あの広背筋がめっちゃスプレッドしてます、ね、なるほどね。ラットスプレッドマッチョ仏。そうそう、スプレッドした状態で合唱してます。すごいね。はい。スプレッドした状態で合唱って結構難しい。いや難しいですよ。そうだよね。はい。もうスプレッドした状態での合唱は難しいね。はい。すごいじゃん。それは本当に学びました。火葬場ね。うん。火葬するときに骨をあのお互い棺桶を挟んで、はいはいはい、箸でつまみ合うから、あの2つで箸をやっちゃいけない、ね、そう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 。あとなんか箸も木の箸と竹の箸を、1本ずつで挟むんですよ。そんなだっけ。はい。だから箸もなんだろう、ちゃんとつがいじゃない箸を使うのは縁起が良くない。ああ、なるほどね。はい。あれそうじゃなかった気がするな、うちの仮想は。そう、文化ありそうだね。文化があるのか。で長さも違うんですよ、どっちかが短い。へ、そういうのも良くない。へ、もうなんか
全部アウトプットされました。あの時のかってなりました。確かに。なんか家族が死ぬっていうのはすごく経験したくないけど、すごく逆に尊いことだよね。うん、そういう場合になんか立ち会えるじゃないけど、うん、なんか文化も学べるし、うん、でも人間も学べるし、ね、はい、でお寺の方が、まあ、お経を読む人が、うん、まあ、南無阿弥陀仏の、あ、はいはいはい、浄土真宗、浄土真宗だったんですけど、南無阿弥陀仏のことをなんかちょっと学びを話してくれて、あ、説教ね、はい、それもすごい学びだったな。そう、説教説教って上司の説教とか言うけど、あの、うん、お通夜とかお葬式の時にあの坊主があのみんなに、はい、人生はこうやって生きていくといいんですよ、うん、っていうのが説教だった、ね、本来。いや、すごい学びましたね。千年、まあ、家系図を、まあ、自分がいて、まあ、親が2人いて、まあ、その2人の親の上に2人ずつ親がいてっていうのを千年遡ると2兆人いるらしいんですよ。はいはいはい。で2兆人の中から自分が生まれてるんですよ、はいはいはい、っていうのを認識するのが南無阿弥陀仏っていうのっていうのを聞いて、すごいね。だったらもう悩んでる暇ないだろ、突き進めって言ってるらしいです。僕の解釈、ね、南無阿弥陀仏って意味なんだね。はい、突き進めって意味なんだ、南無阿弥陀仏って。お前2兆人のこと考えたらお前立ち止まってる暇ないだろっていう。なんか今の考え方すごい、すごいなと思って、はい、親と子供の関係って子が1の場合に親って必ず2じゃん、はい、必ず、うん、それすごくない？上にピラミッドが行くって。あー、下じゃなくて普通人間の資本主義の社会ってさ下にピラミッド行くじゃん。はいはいはい、確かに。でもなんか上に必ずいるっていう考え方すごくない？確かに。ってことは子供が一番上っていうことが考えられる、逆に言ったら。あー、だからその2兆人の土台があって自分が今一番上にいる。そう、あのトーナメントみたいな感じ。はいはいはい。この A さんと B さんが結婚して、そうっすね、下にこの普通書けず下に書くじゃん、はいはい、じゃなくて上に書くっていう考え方をした時に、おー、すごい総力戦だよ、すごいっすね。いや、奇跡ですよね、自分がいることが。確かに、あれ書けずを下に書くっていうのはなんかちょっとね、うん、そもそも問題があるかもしれない。確かに。さあ、そんなことで、そんなことで、じゃあ質問に、激しい朝ですけど、はい、入っていきましょう。芦名さん、牧さん、おはようございます。おはようございます。質問です。以前どこかの回で商談の最後、お客様にではどうしますかとやるかやらないかを聞くと言っていましたが、うん、ビーチでは全員最後に選択を迫るのでしょうか、うん、イエス、ノーで聞くとノーと言ってくださいと言ってるようなものだぞと上司から言われたことがあります、うん、お客様から気づいたら契約していたよと言われたこともありますが、自分の選択に責任を持ってもらうために最後はきちんと相手に決めてもらう方がいいのでしょうかという。これは恐ろしいこと言ってますね。ほう。営業っていうのは、契約っていうのは営業マンが決めることじゃないんですよ。はいはい。で、それで営業やってる人はすごく危険で、うん、じゃあ過去に、過去の契約を遡った時に、うん、多分その彼は僕が契約を決めたと思ってるんじゃない？そんなことありえないからね。うん。そもそもですね。そもそも。うん、どんなことであれ、じゃあ駅前で飴を配るでもいいんだけど、うん、受け取るかどうかは自分が私に言ってるんだけど、うん、受け取るかどうかを決めるのはお客さんだから。そうっす。でもその考え方は、お客さんに意思がない、うん、と思ってるような考え方で、はい、もうそれはもうほぼナムナムダビツに反してる。いや、反してますよ、反してますよ。そうなんですよね。だからそれを尊重できてますよ、僕は理解ができる人間ですよ、うん、信頼ができる人間です、うん、もうほぼ釈迦ですっていうことを示すためにどうされますかっていうのはマナーとして聞くんだよ。あ、そうですね。そう、うん、確かに。じゃノーって言っていいんですよっていうことがもう信頼ですから、ね、そう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 。ノーと言わせない営業が営業じゃないからね。うん。でノーと言われてからが勝負だみたいなのありますからね。なんかたまに
まあ、そもそも論でした、うん、次行きましょう。次の質問です、おはようございます。ありがとうございます。アシナさんは先日オープンしたジム&サウナを他の人が丸パクリしてお店を出したら成功すると思いますか？アシナさんの経営力にはかなわないと思いますが、あの設備やクオリティを見たら真似する人が出てくるんじゃないかと思って質問してみましたということです。いいんじゃない成功す、まあでもあれはちょっと、まあどこを丸パクリするかによるけど、もう全部丸パクリするとしてもまあいいんじゃないかな。いいと思いますよあれはでもちょっともうね出れない。でもやっぱね、店舗商売やるかやらないかよ。ほうやったらいいと思うけどね。ああ、パクられる前提だから、パクられる前提で出してるしね。ああ、ビーツもそもそも最初から。確かに確かに。まあでも価格、ゴールドジムが、ジムがあってサウナがあってどんぐらいですか？14,300円くらい。そう考えたら別に高くはないですね、ゴールド、うん、あと多分今後は値段がバグるよ、この世界の。ほう、日本ってこれまであんまり貧富の差がないように見せてきたから、うん、結構価格が単一だったんですよ。ほう、でもこれからの社会は値段がもう明確に金持ち向けと貧乏向けが出る。あ、なるほど。もうそれでしかない。なるほどなるほど。でそのマーケットどっちを選ぶんですかっていう、その最初のターゲティングからもう商売の一歩目が始まるから。はあ、中間層はいない。いない。へえ。で中間層は貧乏人のふりをして、うん、その低価格の方に突っ込むか、うん、お金持ちになりたいって言ってお金持ちのサービスを使うかっていうものに結構二極する。ああ。で中間層を狙う商売に特徴がないっていうなってきちゃう気がするね。なるほど。ジム&サウナとかも例えばあの設備で月22,000円とかでもいいかなと思って、うん、なるほど。全然それでもいいですけどね。多分そうなっていくんじゃない。あ、でなんか今やっぱ商売をしててすごく課題だなと思ってるのは、はい、ちょっと高いって言い切れるの。あ、なんでかっていうと、はい、今、ジム&サウナ12,000円でしょ。はい、で12,000円だとあのエニタイム行ってるような人とかも、うん、ちょっとこう入ってきちゃうわけ、マーケットに。確かに。ターゲットに。そうですね。そうするとその人たちが高いっていう、うん、もうそれをもう最初から5万とかにすると、あ、僕たち用じゃないってことを諦めるわけ。なるほどなるほど。で諦めさせた方が上の層が入ってくる。はい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 。でエニタイム、まあ、エニタイムって言ったらあれだけど、例えばなんだろうな、そういう安いものが好きな人はそもそもルイ・ヴィトンに入らないよ。なるほど。シャネルに入らないでしょ。はいはい。もう諦めてるじゃん。うん、なるほどね。でその人たちが、え、なんすかこのカバン30万もするんですか、高いっすよって言ったら、うん、って笑われて笑う、はいはいはい、っていうなんかあの世界観があるじゃん。はあ、なるほどね。それはもうどっちを狙っていくかはもうビジネスする側が決めていくだけ。そう。あ、でやっぱり富裕層を狙った方がいろいろいい気もするんだね、うん、とはいっても人口が多いのはそうじゃない方で、うん、なるほど。って言った時に世の中がじゃあどう動いてるかっていうと、はい、あ、ハイマーケット向けの商品を出してるんだね今世の中が。そう、うん、どこだっけ、なんかブランドも結構あるよね。なんかミュウミュウとプラダって同じブランドだよね、確かね。そうなんですか確かそうだった気がする。あ、だからミユミユはちょっと大学生も変えるぐらいにして、はいはい、うん、プラダはそうじゃなくしてる。ああ、なるほどね。そしたらもう網羅できますね。そう、ザラもそうよ。ザラはザラも一般消費者向けにはザラ、うん、でもう一個高い向けに C で始まるところ、コスタみたいな、なんかあるんだ。ああ、そうなんですね。そうなんかロンハーマーみたいな雰囲気の。はいはいはい。ビーツもそうなっていくんですか。ビーツもそうなるかもね。うん、ナイキでさえそうだからね。確かに。ナイキっていうのはブランド分けてないんだけど、うん、そのナイキの中で、ナイキの中のあれとしてアウトレットに出す商品と、はいはい、ナイキストアで出す商品は全く違うから、製造から何か何まで。はいはい。っていう同じブランドの中で、うん、その差をつけるっていうのはあるよね。確かに。
だから原宿のナイキストアに行かないんだけど、うん、御殿場のアウトレットのナイキには入るっていう人たちをこう狙ってる、はいはいはい、なるほど。確かにそれをこの同じ名前で網羅できてるってすごいっすすごい。なるほど。そこら辺のちょっとビジネスマーケティングがちょっと今後もちょっと考察していきたいマーケットである、ね、ありがとうございました。